ありがとうございます <laughs> あのー、これが初めて天合星見るという方初めて天合星見ます舞台も見てなくてこれが初めてはいありがとうございました、はい、まあこの人数だったらいいか <laughs> えっと半兵衛の役をやらせていただいてでもほぼほぼ銀次の古田ですよろしくお願いします <laughs> はい、今日はお集まりいただきありがとうございます。えー、僕はですね、宵闇銀次役ですが、ほぼほぼ半兵衛の早乙め太一です。よろしくお願いいたします。ます本日はお集まりいただきありがとうございます。上おろしの岬役を演じました久保史緒里です。今日はよろしくお願いします。ええと、雨の中お越しいただきありがとうございます。えー、インド屋の娘早風の伊吹役を演じさせていただきました山本千尋です。よろしくお願いいたします。 今回はその親子っていうものも一つまた大きなテーマではあったと思うんですね古田さんにとってはその親子っていう切り口の部分はどういうふうに感じてましたかいやもうね業界に娘とかいっぱいいるのよ <laughs> なんせただみんな呼び方が違うってだけでお父さんとかパパとかこの2人はおとっつぁんって呼んでくれるし。その中でも1人だけあの 福君だけが父上って言いますね福君だけが父上っていうでも,でもやっぱそういう人たちがいっぱいいるっていうのは楽しいですしあの娘たちは娘たちであのあのこ,んなこんなお父さんなんであの敷居が低いんであの結構みんなベラベラ喋ってくれるから楽しいですけどね。 山本さんはどうでしたか。はい、お父さんとは思い出は何か一つ挙げるとすると。七ヶ月一緒にいたのでもう思い出だらけですけれども、やっぱりディズニーランドを一緒に行ったのはあなんかクスクス。<laughs> ディズニーランド行ったのはすごい思い出深いですね。はい、あの三人で行ったってことですね。はい、バスで新宿から八時半発ぐらいのバスに三人で乗りまして。 これ人は群れてこないんですか。うわ、あ、それがですね、バスなので意外と海外の方しかいなくて。あ、だから多分おとっつぁんみたいな派手な日本人がいるなあぐらいにしか多分思ってない。から、行 <laughs> きやすかったよね。すっごい行きやすかったですね。うん、おとっつぁんもご機嫌で。<う>なんか、本当は私たちは現地集合でいいんじゃないかっていう形だったんですけど。んが行き方がわかんないっていうのと、<う>バスだったらお酒飲めるじゃんって言い出して。すごかったです。<laughs> いや、ディズニー行くなら、俺はバスしか行かねえって言われて <laughs>。 バスで行きましたね目の前まで連れて行ってくれるからねバスはね俺はもう歩くことと働くことが大嫌いだから <laughs> でもなんかグッズは買ったりはさすがにしないんですよねいや絶対カチューシャを被らせようと思ったんですけど、うん、それはやっぱり古田さんの,そのファッションセンスのプライドが許さなかったみたいで、うん、それは買わしてもらえなかったです、うん、ディズニーより派手だしね誰よりも目立ってましたでもこう見えてあのチュッとかいうタイプじゃん 普普通、段、逃げて言って美女と野獣」めっちゃ楽しかったですしっかり楽しって乗る前はなんか、楽しいのとか言ってたのに出た時一番一人だけ前のめりで「楽しかった」って言って出てきてましたもんねよかったと思ってれが親なんだかねんでなんでこんな並ぶの美女と野獣のためにみたいな感じだったんですけど終わった後は。 ダレオもキラキラして、照明の機材とか、うん、ロボットの関わり合いとかこうこうやって、なん <laughs> <laughs> から大阪公園から結構ディズニーのグッズを付け出して来たんですよね。<laughs> うん、あの劇団新幹線よくあるんですけど、あの全員が動きセリフに合わせてシンクロで動くっていうか、あのみんな動きを揃えるっていうのがそん のがあるんですけどもあの中に一人坂木圭一郎っていう人が出てきまして <laughs> その人が全く合わないんでそれを注目してください何かあります久保さん何かありますか何ですかね私もそのシーン大好きなんですけど <laughs> あれは2幕ですかねに出てくるそのシーンも大好きなんですけどその同じ多分分かっていただける同じシーンであのそれこそちいさんと一緒にこうなんていうんですかね2人の 掛け合いいっていうかこう2人でこう舞台の端っこの方にちょっと行くシーンがあるんですけどあそこは毎回そのさっき話したお歌のコラボのところがうまくいったかどうかっていうのをいつもそこで報告を実は受けててお互いどうだったかっていうね報告会を女子楽屋でしてたので,で、うん、歌と武術がどうだったかっていうのをそんな舞台上にいる時に「あいたたたー」って言って「今日ううまくいったー」とか教えてくれたりとかそういう会話も。 ちょいちょいしてたりしたので、なんかそういう様子とかも映ってるのかなと思います。太、は、一、い、さんはどっかないですか <laughs>？細かいところですよね。いやでも僕はあこの激しねでやっとあの久保さんの顔が見れたというか、僕はあの頭皮とかなんか GN とかまあ見れるところは客席で見てたんですけど、もう顔ちっちゃすぎて、もう客席から見てるとマジ顔見えないぐらい。<laughs> やっとだから激しめで、<う>あこんな表情してたんだとか。<laughs> お肌も白いからなんかこうはっと明るいね。あもう光ってねなんかね。<laughs> やっとだから表情が見れたし、それこそあの歌のシーンとか隣にウコンさんいるから顔の大きさの。ね本当失礼だよそれは <laughs>。それしかない。<laughs> すごいよあれみ。みんな思ってるんだけどそれ言っちゃだめでしょ。本当すごかったので <laughs> 映像でもすごいだからんか。ウコンさんが後ろにいるのにさしイちゃんの前の。それ <laughs> かはわかんないから。 歴史のやつスクリーンからはみ出せ <laughs> <laughs> これで見たら相当やばいと思うけい、今日は短い時間でしたがありがとうございました。 あのー、まだ私、実はこの「激死ねという形でまだ見れていなくてですねなんかこう7ヶ月に皆さんと一緒にいたものですからなんかまだ心の準備ができなくて多分皆さんの方が先に見られると思うんですけれどもぜひあのネットなどで感想を書いていただいてそれをこうパワーに私も見たいと思っていますので、えっと、引き続き3週間よろしくお願いいたします。ありがとうございました ありがとうございます。では久保さんお願いいたします。はい、えー、本日はお集まりいただきありがとうございました。あのー、本当に自分にとって思い入れのある作品になったんですけれども、激シネで見る 劇場で見てくださった方もいらっしゃると思うんですけど「劇締め」で見る天五星また違った良さだったりだとかかっこよさっていうのをたくさん見つけていただけると思うので3週間あるのでぜひぜひもう一度何度も見に来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。本日はありがとうございました では太地さんお願いいたします。はい、えー、今日は公開初日に皆さんお越しいただき本当にありがとうございます。これから三週間上映されますので、えー、また舞台とはまあほとんど多分見られた舞台を見られた方も多いと思いますけれども、また違った楽しみ方のできる激死ねを、えー、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では最後に古田さんお願いいたします。えっと劇死ねはね、あの舞台の生で見るのと違って。 45回見れるんであの値段でね <laughs> <laughs> 本玉を見ると2ぐらいかかっちゃうところを「激震」だと45回見れるんでぜひ何度も足をお運びください。よろししくお願いします